三橋会所は、江戸時代、江戸の十組問屋を中心とする、東海戦績江戸十組問屋仲間の組合事務を取り扱った会所である。名称の由来は、江戸十組問屋が永代京、新代京、大川の三京の掛け替え修繕の請け負いをすることを申し立てて、その設立が許可されたからである。この三京の掛け替え修繕は、莫大な費用を要したため、 江戸幕府は、新大教と英大教を取り払うことを考えたほどで、あった。英大教は教法4年以来、新大教は英教元年以来、大川橋は安永3年以来、民間に委ねて、橋線を取らせた。また、新大教と英大教の維持には、女性地を賜って賄わせた。しかし、文化四年に、深川八万宮の祭礼の際、非常な雑踏のために、 英大教が破壊し、多数の死傷者を出してしまう。このため、三教を民間に任せておいてはならないという議論が浮上してきた。その頃、日垣海戦で大阪から荷物を引き受けていた江戸の十組問屋が株仲間免許を願い出た。これは苗賀金1万200両を上納し、これをしばらく貸し下げることを求め、これを三橋会所の元金に組み入れ、 貸し付けを営み、その折しで三教の修繕をしたいと願い出たものであった。文化六年にその願い出が許可されてから、八千の徴収は中止された。十組仲間は、江戸の定飛客トンや、大阪やモジューローが頭取となって組織されたが、モジューローの計画は次のようなものであった。以上のように、すこぶる大掛かりなものであった。当初、十組トニアは、 順調に発展し、モジューローは、十組トンヤトウりや、町方お用達となる。さらに、三人ぶを賜って、名字を許され、奉行所では、地割役に次ぐ立場にもなった。十組は、その後、朝鮮人来兵につき、津島まで東船十二層を無賃で差し出し、文化七年八年の米下下落の時には、買い持ち米に尽力するなど、功労少なからずであった。 そして文化10年には株札家父となった。当時の株数は1995株、件数で1271件、これが65組に分かれるようになった。株数が定まると新規加入者は名株を引き受けるほかなかった。無株の者が荷主と取引すると問屋から訴えてその営業を停止させた。三橋会所の買付金の中に 幕府から明賀金を貸し下げることは、文化6年8月に初めての明賀金を納めた時3ヶ年間据え置き、4か年目、返還の条件でその半額を貸し下げ、同年10月に残りの半額貸し下げた。ただし、翌文化7年及び、それ以降の貸し下げ回数や期日は明らかでない。三協掛け回修繕の褒美として、 室町三丁目に町屋敷を下されたため、その時代は、会所の収入であったと考えられる。三橋会所の資金は、幕府の貸し下げ金と三橋手当積立金及び、酒金の三口で、文化八年におよそ七万両であった。会所では事務を取らず、寄り合いを口実に、坂本町の料理者や、伊勢屋多平方へ赴き、主食をすることとした。 その1ヶ月の支払いは30両から100両ほどで、同店では10組以外の客を断ったほどであった。やがて、モジューローの上納金使い込みや、室町廃業屋敷取り計らい型の不正が暴露され、文政2年6月に、三橋会所は廃止される。モジューローは、町方及田市し及び十組頭取を取り放たれた。以後、三橋の経費は、 町年寄りの手で妙賀金から支出した。しかし、天保の改革で十組問屋は解散を命じられ、妙賀金上納は中止された。それ以後は、町方付属地女性地の時代で、三橋の修繕を行った。毎年、金724両の予定額であったが、これは修繕費である。掛け替え費は、町会所の積金から支出することになり、明治時代に至った。 ありがとうございます。